はい、えー。ついに受付の方を開始いたしました。えー、興味ある方はね、あのー、必ず、必ずお問い合わせをしといてください。まあ、すぐにね、決済してくださいっていうわけではなく、興味ある方はお問い合わせをしといてください。お問い合わせは無料です。はい。 で、その後、一人一人ですね、個別で、えー、決済のご案内させていただきますけども、まあ考えていただいて入るか入らないかは、その後、決めていただければいいですけども、まあ今回のお問い合わせを逃すと、もう、入れる可能性はゼロになりますし、えー、なんだ、その、今回のいろんな特典ですよね。まぁ、あ、特にやっぱ黒子のマンツー、 コンサル無制限3ヶ月間っていうのは、多分今回のご案内が最後となります。しかもこの価格でのご案内も最後となりますし、まあ今後はですね、8万円値上げされますので、まあ8万円高くてもいいよ。黒子の満通サポートなくてもいいよっていうことだったら、まあ8万円値上げした後入っていただいてもいいと思います。はい。うん。 はい、8万値上げされるけども、黒子のマンツーサポートはないかもしれないので、はいまあ、そこはね、かなり痛いと思いますね。まあ結局その不安、まあすげえ勝ってますけどね。 勝ってんだけども、まあ、これ対談でも言いましたけども、どれだけ勝ってる手法でも、自分が勝ってるわけではないので、本当に大丈夫かなって話なんですよ。まあ、これはま、僕も情報ビジネスをこう教えてて、まあ、いろんな方からですね、えー、ご相談、お悩みいただきます。このままで本当にいいのかな自分がやってること大丈夫なのかなっていう不安があります。それをね、マンツーコンサルですよ。無制限で3ヶ月受けられるわけですから、これはね、めちゃくちゃメリット高いですよね。 うーんしかもねん、まあ普通高いですからね、マンツーコンサルっていうのは。<laughs> まあ僕はあのすいません、300万ですから、マンツーコンサルは。すいません、僕の場合はね。はい、<laughs> はい。ということで、まあ興味ある方は、ウラメルマが登録して、えー、お便りの方ください。で、えー、っと、今回の動画はですね、まあちょっと決めたことがありまして、まあ今回のプロモーションで、まあ、 うんまあ、前からもちょっと思ってましたし、まあ、対談動画でもちょっと言ってたんですけども、僕の動画をね、よく見ていただいてる方だったらご存知かもしれないんですけども、40歳から、えー、ステージを変えると。まあ、孫正義さんがね、60カ年計画みたいなね、結構有名な話で、えー、20代で名乗りを上げるだったかな。なんかそういうのあるじゃないですか。で、僕も、えー、30代はね、 30代今今年さあの30代最後なんですけども30代は、えー、情報ビジネスビジネス一択一択もう全集中ですねもうとにかく30代は情報ビジネス一択全集中っていうことを決めてましたで40歳からまあステージを変えて えー、もちろん情報ビジネスはやっていきますけれども40歳からステージを変える、えー、投資をやっていくとまあ具体的に言うと FX をやっていこうかなと思ってましたねそれは情報ビジネスを考えて、えー、情報ビジネスをやっぱ主軸としてはまあ置いとくのでその情報発信していく上で FX のキーワードっていうのはまあロングで絶対その,その FX のキーワード自体が 資産価値があると僕は思ってるんですね。で、まあいろいろ考えたんですけども、今回決めまして、はい、40歳からですね。はい、から、あの、ブックメーカーやります。<laughs> まあこれいろいろ考えた結果、まあブックメーカーやる、まずはブックメーカーやります。で、これ最初ね、この当初 FX で僕は当初初めに考えてたこと、初めに考えて、 いた構想ですね。構想。これが、初めに考えてた構想がこんな感じなんですよ。構想。構想ビルになっちゃった。構想。これが、まあ、情報ビジネス、ビジネスで、えー、余剰資金を作ると、えー。余剰資金を作る。で、1000万ぐらい。 1000万ぐらいを FX で回して、回して、月で30万ぐらい抜くと。まあ、これをイメージしてたんですね。1000万ぐらいの元金で月30万ぐらい抜くと。まあ、これだったら別にレバレッジかけなくても、そこまでここうレ歯でやるとかね、危ないトレードやるとかね、多分そんなしなくてもいいんですよ。まあ、それは分かりますよね。なんとなく。 で、これで運用,、まあ、運用していくみたいな感じでやろうと思ってたんですね。ただ、あのね、まあ、よくよく考えるというか、まあ、当たり前なんだけども、この情報発信って、あんまね、企画としてはね、企画が弱いんですよ。この、こ,これは、企画力が弱いんですね。いや、そもそも論として1000万ないよっていう話じゃないですか。 うん、これはまあ Amazon とかで見ていただければ分かりますけども FX とか投資に関してはまあどういうねえ情報があのまあ一般的にこのなんだなのかって話なんですけど、はい、Amazon ちょっといきましょうかはいよいしょでえー、っとなんだ えっと、まあ、あエエフックスにしましょうか。エエフックスだと、とエエフックスま、あこれとかね。三十万を約三年で四億円突破させたとかね。三十万を三年で四億とかね。十五万を四千万とかね。うん、とか、あと、ま、あなんだ。ん時給十二万とか。<laughs> 時給十二万とかね。 うん、あとはなんだ ?5、FX5 万っすかね ?FX5 万でいきましょうか。5万。はい、ああ。あ十5万円、あ五5万を稼げるか。10万から始めるとか、5万円をいくらとかね。前、そのね、その、 投資で、なんだっけな、投資。これ結構売れてたと思うんですけど、投資250万だったかな。違うか。250万じゃないかな。あ、これかな手元40万から月250万稼いでる件とか。多分なんかこんな感じの、なんだ、あれかな。まあ、要はわかりますよね。言いたいことは。 まあどういう情報が求められてるのかっていうとその投資に関してはやっぱりまあぶっちゃけ言うと情報で言うならば企画していくんだったら企画していくなら例えば、えー、5万円を1日で100万にした方法とかねとか例えば、えー、10万円の,の資金を えー、まあ300万にしたと。例えば、えー、1ヶ月で。1ヶ月で300万にしたとかね。まあこういう感じなんですよ。求められてるものっていうのはね。そもそも論として。だから1000万を運用して、月30万抜くっていう、これはね、企画力が弱いんですよね。情報発信していく上で。そう。うん。で、僕が考えたのが、 あのこの情報まああのこれなんですよあのブックメーカーで、えー、軍資金ブックメーカーで軍資金をサクッと5万円作るじゃないですかでまあぶっちゃけブックメーカーで作った5万円ってまあギャンブルなわけですよね まあ僕の場合は情報ビジネスやってお客さんとのラポール、信頼関係構築するためにもう何度もワンツー動画撮ったりとかして商品こう売っていくわけなんですけども、やっぱね、そのお金が一瞬で消えるのはちょっとね、あんまり僕、まあお金の色はないんだけども、なんかお客さんからもらったお金、入金し,さしていただいたお金をね、なんかすぐ溶かすっていうのはね、 まあ、その FX でね、例えば、まあ、この、情報ビジネスで、え、作るお金を、え、資金を作ると。でも、結局、その、負ける場合もあるわけですよね。で負けた場合っていうのは、お客さんからもらったお金を溶かすわけですよね。だから、でも、ブックメーカーの場合は、ギャンブルでそもそも増やしてるので、これインじゃ、じゃ、この5万円をね、ブックメーカーで軍資金をサクッと5万円作って、この、ギャンブルで作った、 5万,5万円を、えー、こあの FX でめちゃレバめクソ、あ、め、こうレバ高こうレバで、超高レバ超、超高レバレで、まあレバレッジですね。レッジで100万にしていくと。っていうことで、この5万円がなくなったとしてもね、 鷲津ああさんの手法をマスターすれば別に5万円なんかすぐ作れるわけじゃないですか <laughs>。なんで、これを情報発信していくと企画としては面白いかなと。でその、FX、の 方は、その企画、ネタ、アクセスを集めるのにやって、じゃあ、なんでこういう企画がバンバンできるのか、その理由は、ブックメーカーやってるから、別に解けたとしても、また5万円作れるから問題ないんだよ、みたいな感じで、FX のキーワードで釣って、その企画で釣って、えブックメーカーに寄せていくっていうのが、 ここれれいいいいんじゃないかななかっていうのがすげーあこれだなとしかもこれ本当に負けてもね別にお客さんとの信頼関係作って5万の売り上げを作ったわけじゃないのでスマホでタップしてねパパってやって5万作るわけじゃないですから <laughs> なんであこっちの方が理にかなってるなと思うんですよねうんでまあこういったねまあそのまあ FX のキーワードを使ってキ,キーワードを使って で、えー、企画面白いね、えー、面白い企画力で、えー、アクセスを集めると。で、えー、FX するんだったら FX するするならするならその元金どうするって話なんですよ。まあエに興味ある人が集まってくるわけじゃないですか。 でも、まあ、そのセールストークとしては、いや、そのサラリーマンでね、貯金したお金をね、FX で一瞬でなくなったらもう悲惨ですよね、みたいな。まあ悲惨なんですよ。まあ実際にお客さんからですね、1000万騙されましたみたいなお客さんもこの前、あの、お悩みでいただきましたけども、もう頑張って10年とかね、貯金して貯めたお金をね、一瞬で溶かすとかね。いやいや,や、と。 いや、そ,そのそ、その、ギャンブル的に FX やりたいんだったら、そもそもギャンブルで作ろうぜ、みたいなね <laughs>。これいいんじゃないかなっていう、すげえ、これ当た、これ結構当たりそうなんじゃないかなっていうね。うん、これめちゃくちゃいいと思います。って思ったんで、僕はあの、その FX にかける、まあ、株とか、まあ、今度、まあ、逆に言うと、あのー、うーんと、まあ、これは40歳からなんだけども、まあ、 これもね、まあ、ぶっちゃけ、この、この手法は売らないんですよ。要は、これを突き詰めていくわけですよ。あの、5万円を FX で高レバレッジで100万にするっていうことをやりまくっていれば、手法は絶対確率ある程度出てくると思うんですけども、やっぱりその、再現性的な部分で言うと、危ないですよね。逆に言うと、この商品を買う人たちっていうのは絶対危ない人たちなんで、なんだ、サポートも多分ね、えぐくなると思うんですよ。なんか資金、な調子こいてやってて、なんか一気一気に溶かして、 どういうことだみたいになるので、この商品は売らないと。これは僕、これは企画であり、僕の、そのなんか手法で留めておくと、うん。で、なんで売らないかっていうと、危険がありすぎると、うん。危険がありすぎるので、絶対売らないと。手法が確立したとしてもですよ。5万円を100万円にする手法が確立したとしても、絶対売らない。それはなんでかっていうと、危ないからですね。いや、だったらブックメーーじゃあブックメーカーやってくださいみたいな話ですね。<laughs> で、アクセスは取れるんで、多分、うん。まあ、その、先ほども、あの、言った通り、まあ、本当ね、もう、あの、なんだ、え、五万、あの、し少子金。まあ、少子、少子金から、まあ、どう増やすかっていう話ですよね。うん。そう。資産十 <laughs> 万から始めて、資産を二百倍にする。 200倍ね。こういうのですよね。こういうの。うん。あとね、あの、3億円。まあ僕、これ、昔買ったんですけど、3億円。株。大学生だったかな。大学生。株で3億円書いたサラリーマンが息子に教えてみたら。<laughs> うん。なんか、あの、大学生。 なんかあったなお前あこれだ三村式平凡な大学生の僕がネットで3億円稼いだ <laughs> これねこれ古いっすよねこれいつのいつだっけなこの本もうこれ持ってるんですけどこれ初版がいつだ 2000あ15年前ですね。もう15年も経つのか。はい。<laughs> もう本当こういう系なんですよね。みんな欲しいのって。うん。まあ情報と、まあこの僕はあの本っていうのは情報だと思ってるんで。ね。本っていうのは情報。で、まあ出版社もね、どういう企画、どういうのが、 まあ、ビジネスでやってるわけですから、売ってかないといけないわけじゃないですか。だから、反応、売れない本出してもしゃないので、まあ、その、めちゃめちゃリサーチもしてるし、どういう本が売れるのかっていうのはね、データ取ってるだろうし、どういう企画が売れるのかっていうね、話でやってるわけじゃないですか。だから、まあ、本のタイトルだったり、コンセプトを見れば、あ、やっぱりこっちだよねって分かるわけですよ。どういうふうにやってればいいのかと。で、逆に言うと、まあ、あのー、こういう、なんだ、あのー、うん、なんだ、こういう見せ方、 あこういうなんかわーっていうバーンとわ分かりやすい見せ方もあればいや手堅くねしっかりとこうやっていくっていう方だから二極化ですよね。だから夢を煽るような、えー、情報なのかしっかり勉強していこう確実に手堅くみたいなまあどっちかですね中途半端は売れないので。うん、そうんそ まあこれめちゃくちゃいいと思うんですよね。うん。そう。まあ、これでちょっとやっておこうかなと思います。で、あとはやっぱその対談動画でも言ってたんですけども、やっぱ鷲津さんがやっぱ、あの、まあ、定年まで働かないと。まあ、途中で多分会社辞めるっていうことだったので、まあ、そのコラボレーションするにしても動画これから、まあ、今鷲津さんサラリーマンなんで、まあ、自由あんま聞かないですけど、まあサラリーマン辞めたらめちゃめちゃ自由聞くので、いくらでもね、あの動画撮れるわけですよ。で、あとは、 まあ僕が福岡に行くことはあるんですけども、鷲津さんね、吉田さんの事務所今度遊びに行きますみたいな結構言っていただくんですけど、一度も鷲津さん、僕の事務所来たことないですよ。でもこれサラリーマン辞めたら、まあ僕が福岡行くのはまあ余裕で行けるんだけども、鷲津さんもね、まあちょっと、あの、ちょっと吉田さんとこ行こうかなって、まあ新幹線で1時間で行けますから、まあ鹿児島中央駅まで迎えに行けばね、ほんと1時間で、あの、来れますし、 それで、ま、いろいろ鹿児島のなんか旅しながら、飯食いながらなんかブックメーカー大山、なんかその動画とかね、ま、いろんな話、まあ、できるなっていう。なんかその、まあ、鷲津さんは熟成さんでもあるんですけども、まあ、当情報発信に関しては、うん、もうプロですよね。もういくらでもできるんで、まあ、そういったコラボレーションだったりとか、まあ、そのいろんなことを考えた結果、 まあこういう FX は企画でアクセスを集めていき、で、ブックメーカーを案内していく。その軍資金を作るためにこれだよっていう。これがいいんじゃないかなっていう。もうもちろん情報ビジネスっていうのもあるんだけども、やっぱその FX をやろうとしている、FX で稼ごうとしている人に対して、情報発信しましょうは、結構なかなか難しいっていうか、まあ教育次第ですけれども、うーん。まあ、属性は合ってますから、うん。 まあこれいいんじゃないかなって思ってます。で、思ってるし、あの、決めました。もう40歳から吉谷は何をやるのかっていうのは、もうブックメーカーやってきます。はい。ブックメーカーやります。はい。でもすいません。30代はね、ずっともう情報ビジネスでもう商品ずっと売るぞって決めてるので、まあ、ブックメーカーやらないですけども。はい。40歳からはもうブックメーカー勉強してやっていきます。はい。まあ、だからもう、あの、塾長の特権としてね、 すみません。これはちょっとあの、お前何様だってはあるかもしれないけども、ちょっと塾長の特権を使わせていただいて、<laughs> あの、黒子を奴隷にしたろうかな、みたいな。黒子奴隷企画みたいな。あの、黒子とのズームセッションみたいな。これどうなんみたいな。なんか黒、なんかそれもネタになるじゃないですか。黒子、黒子のタコ部屋みたいな。<laughs> もしくは、絵的に、黒子が僕を今度説教するみたいな。いや、よし。 塾長それでも塾長なんですか何やってるんですかみたいな逆なパターンも面白いかなって。黒子が僕に説教するみたいな。で、僕が、すいません、黒子先生みたいな。すいません、すいませんみたいな。<laughs> まあ、この僕は絵を考えてるので、どういう企画、どういうふうな絵、えー、それを作ると面白くなるのかとかね、あのー、なんだ、興味をそそるのかを常に考えてるので、まあ、僕が黒子に怒られた方が面白いんだったらそっちにするし、はい。 まあ、いろいろできるなっていう。いろいろできるなっていう。いや、でも黒子に僕が土下座してね。あの、あれですよ。あの、そうそうそう、あれですよ。イメージとしては、あの、あの、あれです。あれですよ。あれです。あれじゃわかんないな。あの、なんだ。えー、っと、土下座。ドラマ。 あ、これだ。倍返しだ倍返しの、あれ、あ、これだ。これですよ。これ。これを僕がして、で、黒、これ黒子。これ黒子で、これ黒子で、黒子で僕みたいなね。すいませんでした、黒子さん、今まで、みたいな。これ、こっち黒子で、これ僕みたいな。これ面白くないですか絵的に。 すいませんね、なんか。<laughs> いや、でも、あの、な、なんでこれをシェアしてるのかっていうと、同じことができるってことですよ。まあ、僕はもう情報発信しようってことを言ってますので、あのー、まあ、今回は情報発信苦手っていう方のためにぶつけてる部分もあるんだけども、あのー、まあ、武器が一個できればね、いかようにも料理ができるんで、 まあ、ブックメーカーで勝てるようになれば、まあ、それで完結してしまう、まあ、ブックメーカーで月100万を目指すことももちろんできるんだけどもあの、まあ、情報ビジネスもねもうあのやっていたもしくは興味があったもしくはこれからやってみようっていう方はこのブックメーカーで勝てるっていう稼げるスキルっていうのをつけた後その武器をもとにいろんな企画でねそのアクセスを集めていったりとかして、えー、やっていくっていうことができます、まあ、要はリストを取れるってことですね わかりますやっぱり YouTube で集客するにしても再生数がゼロだったらそれは集客リスト絶対取れないですからで僕ほどね動画撮れるんだったらいいですけども僕ほど動画撮れる人まずいないですよねだからある程度当てるような企画そのみんなが見たくなるような企画をしっかり作ってやっていかないとアクセス集まんないですからうんでもこのこの企画っていうのは まあ間違いなくある程度いくと思います。あとカスタムサムネイルどういう風に作っていくのか、キーワード選定どうしていくのかっていう。うん。これとかもう絶対見たいですよね。僕が10万円の資金をたった1ヶ月で300万にした手法をこう無料で公開みたいな。もう絶対クリックするじゃないですかあの。しかもなんかね、あの、なんか、あの、全部のそのなんだ、講座履歴も全部出しますみたいな、スクシカスタムサムネイルだったらクリックするでしょ。<laughs> 全部出しますみたいな。 口座履歴も、あれも、で、あの、生配信もしますとかね。なんかそんなんやったら、もう絶対来るし、うん。まあ、ここら辺はもう、もう、鉄板だと思いますね。みんなが望んでるので、お金ないけども、早く稼ぎたいっていう、そこにぶつけていくってことですね。 これ、これもし僕ができたら見たくないですかそれ無料で公開しますって。も,もし、すみません。今、僕、手法ないですよ。手法ないけども、あの、FX でね、5万を1日で100万にした手法を無料で公開しますって言ったら、こクリックしません <laughs> いや、僕クリックしますもん。無料で見れるんだとそれはクリックしますよ。<laughs> どうすかうん。 だけど、この5万円をどうするかですね。まあ、要はこの企画をやっていく上では、やっぱ原子が必要なので、じゃあ毎回毎回絶対成功するのかはまあないでしょうね。僕も FX 初心者ですから <laughs>。例えばこれね、FX 初心者が、あの、ラッキーパンチで5万を100万にした方法とかね、最初はそうなるかもしれないですけどね。ラッキーパンチ見たい人集まれみたいなね。なぜラッキーパンチ当たったのかみたいな。考察していくみたいなね。うん。 だここはね、まあちょっとね、まあ堅実なんだけども、企画力としてはちょっと弱いかなっていうところはすごく前々から感じてたんですよね。うん。で、あのー、いろいろ考えた結果、企画力が強いものであるならばこっちだなっていうね。うん。はい。だけど、原子をどう作るか。ブックメーカーですね。サクッと作るっていう。うん。 で、あとは溶けたとしても、本当に先ほど言った通り、やっぱお客さんとの信頼関係をつく作ってお客さんから入金していただいたお金じゃないので、まあ使いやすいかなと。まあお金にいるはないんですけども、なんか僕もね、本当に、まあ、一人一人ワンズ動画撮ってね、本当に信頼関係構築してずっとやって、あの、頑張って売り上げ作ったお金がね、一瞬で溶けると、ちょっと切ないので、やっぱりそれはね。うーん。 ブックメーカーでスマホだけでタップして作った金だったらまあね、まあ、パチンコみたいなパチンコでなんか買ったらなんか焼肉屋行くぞとかね風俗行くぞみたいなノリじゃないですかもはや <laughs> そう、うん、だけどまあ一般の方はね一般の方の考えというか行動のールーティンとしては例えばパチンコで買ったらまあそんな感じじゃないですか ちょっと、飯食いに行くぞ、焼肉食いに行くぞとかね、風俗行くぞみたいなね。まあそんな使い方だと思うんですけど、僕の場合は、そのパチンコで作った金をさらに資産化していくっていう考え方なんで、<laughs> 企画にこう織り交ぜてね。うん。で、動画っていうのはずっと残るし、まあアクセスもある程度行って稼げるんで。うん。で、まあ僕はリストマーケティングしてますから、まあ最終的にはまあこっちの方がめちゃくちゃいいなっていう。 うん。そう。はい。だあとは、まあ、その、FX をやられてる方が、まあ、見て、まあ、今はね、僕、FX やられてる方見て、あんま見てないと思うんですね。まあ、そういうキーワードで、動画あんま撮ってないので。ただ、FX やられてる方って、基本的に、その、軍資金、まあ、ちょっとあったりするわけですよ。だから、鷲津さんの、その、コミュニティがね、今回、値上げになりますけれども、なんだ、値上げになったとしても、高い。 金でも入るる人は僕いると思うん,ですよ、ね、うーんネットビジネスの情報発信で集客する場合はやっぱりみんなお金がなくてもできる方法ないかって探してるわけじゃないですかお金が今ないけれどもお金がなくてもなんかできないかなネットビジネスでなんかできないかなって探してる人が来るんでただ FX の関連のジョあキーワードで発信するともともとお金あって運用するっていう人もやっぱまあそんなんだな全くゼロじゃないんですよ まあ少なくても <laughs>、まあ5万円は持ってるよねって話なんですよ。ね。5万円は持ってるよねって話ですよ。だけど、本当にネットビジネスやる人って5万すらなかったりとか、まあ,あと借金まみれだったりとか、まあそういう人、まあ多いんですよね。うん。そう。はい。まあそんな感じでございます、はい。まあ僕はもう40歳からブックメーカーをやることを決めました。 まあ考え方がね変わるかもしれないですけど多分ね結構いろいろ考えてずっと昔から考えてたんですけど結構固まったんでまあ今回発表したっていうところですねであとはまあ今回この販売中にこの自分からコミットすることによってお前言ったじゃねえかみたいなまあ自分でやらないといけない状況やるっていう状況を作るためにもこうやって一般でコミットしていくっていうのが僕のやり方なんでうん まあでもね、全部ね、総合的に考えたら絶対ブックメーカーなんですよ。総合的にね。まあこの、こういう企画も、まあ、思いついたんですけど、こういう企画とか、そのやり方を全部トータル的、鷲津さんとの関係性、あと鷲津さんの手法を間違いないやつだったりとか、鷲津さんが情報発信いくらでもできると。ライブもできると。で、鷲津さんはもう数年で、えー、サラリーマン辞めるとで。いろんな要素をね、全部くっつけると、まあ僕がブックメーカーやった方が、 まあいいなっていうところですね。うん。そう。やっぱ僕もその、やっぱ情報ビジネスが一番最強だとは思うんだけども、やっぱお客さんの声聞いてると、うん、やっぱなかなかできないっていう方がやっぱいるんですよね。続けられないし、やっぱ動画撮れないとか、動画撮れないももう,もう日常茶飯事、朝飯のごとくあるんですけど。うーん。 まあ,あとはリストマーケティングしていく上で、うん、ちょっと中級、上級の,そのなんだ勉強がやっぱ必要になってくるんで、リストマーケティングって深いんですよね。めちゃくちゃ深いんで <laughs>、うん。まあ、ブックメーカーは本当に鷲津さんも言ってた通おり、まあ、覚えることがそんなにないじゃないですか。やっぱ FX と違うところはやっぱ本当に覚えるところがそんなにないってことですよね。 そもそもテニスのみ、鷲津さんテニスしかやってないですから、これがブックメーカーで、テニスとかサッカーとかバスケとか、いろんな競技を、をベットしてって、安定的に利益を取るという手法だったら、それは覚えること多すぎるけれども、もうテニス一択ですからね。<laughs> だらここもいいですよね。テニス一択のみみたいな。だこれもね、鷲津さんのいいとこかなと思いますね。その鷲津さんのブックメーカーのいいとこですね。テニス一択。 それ以外何もやってないっていう。うん。はい、まあ。ということで、まあ、今回ね、01の方、えー、ご案内していますけれども、興味ある方はお問い合わせください。あとは、まあ、今後、武器を使ってね、まあ、どう考えていくのか、どういうふうに自分の構想、えー、を組んでいくのかっていうね、えー、を考えると、まあ、 より可能性を広げられるかなと思いますただ、ただブックメーカーで勝つ。まあもちろん稼ぐスキルをね、あのつけるっていうことが大前提で大事なんだけども、もっとその先のことですよ。先の未来を考えた上で、まあその自分の人生プランですよ。別にそのプランは変えてもいいんだけども、僕はね、あの、ある程度10年くくり、もしくは5年スパンとかでもいいんだけども、僕はすいません、今10年スパンである程度考えてるんですけど、 いや、それはね、ちょっと考えた方がいいですよ。まあ考えなくてもいいか。まあそれは人それぞれなんだけどもうん、この年代はこれをやる。この年代はこれをやる。まあテーマですよね。うん、テーマ。例えば、2021。まあ来年はね、2022年のになると。来年はね。別に年代ごとじゃなくてもいいんだけども、2020年になるわけだけど、 あなたの222022年のテーマはっていうこのテーマを決めるっていうのはすごくいいと思いますよ今年はこういうことにやるぞとかねこの年は絶対これに集中してやっていくんだ全集中だと2022年はこれに全集中だとかねそういうふうにテーマを決めるっていうのはすごく大事だと思いますだから逆に言うとその1年のテーマすら決められない人間が 人生をテーマパークにできないですよね。ちょっと今出たな。あの、なんか、一年のテーマすら決められないなら、人生のテーマパークは作れないと。ど,どうでしょうか。これは結構いいんじゃないかな。一年の、一年のテーマすら決められないなら、人生のテーマパークは作れないと。まあ、人生っていうのはね、物語であり、 一つのアトラクションであり、まあディズニーランドみたいな話ですよ。ディズニーランドをどう作っていくのか、自分の人生のディズニーランドをどう作っていくのか、夢の国をどう作っていくのかって話じゃないですか。何を手に入れたいのどんなとこ行きたいのどんなとこに住みたいのもう人生のテーマパークでしょ <laughs> どんなものを買うのかとかね、どんなものを売るのかとかね。そう。いろいろありますけど、うん、うテーマっていうのはね、絶対決めた方が僕はいいと思います。 で、あとは、まあもう、うん、こう最後出ましたけどね。1年のテーマすら決められないなら、人生のテーマ、パークは作れない。じゃないかなと思いますけどね。うん。やっぱ僕は、その、なんでその、えっと、10年スパンでそのテーマを決めたのかっていうと、やっぱ、孫正義さんの60か年計画ですね。ちょっとさ、ちょっと、具体的に見てみましょうか。孫正義、60、 可燃年計画あこれだよなあ五50か年計画かあこれか20代で名乗り上げる30代で軍資金を貯める40代で人勝負かける50代事業を完成させる60代次の世代に事業を継承すると人生50可年計画ですねだ僕の場合は20代はうんスキルを上げるっていう感じでしたね で30代は本当に軍資金を貯める。一緒ですね。情報ビジネスをもう徹底的にやって軍資金を貯めると。で40代、人勝負をかける。まあ、人勝負なのか分かんないですけど、まあ、ブックメーカーが人勝負になるのか分かんないですけどね。<laughs> で僕ね、50代はあるんですよ。50代で事業を完成させるっていうのが、まあ、孫さんあるじゃないですか。僕、50代、まあ、知ってる方は知ってるかもしれないですけど、50代で不動産ですね。50代で不動産。 だからまあ仕組みを作るってことですね。まあ事業を完成する。50代で不動産。えー、仕組みお金の流れ、えー、情報の,なあの,お金の、お金の流れの仕組みを完成させるみたいな感じ。要はお金をみんなどこで払うのかっていうと、やっぱその衣食住じゃないですけど、住むところは絶対、えー、お金払うわけじゃないですか。 ま、家賃滞納したら出ていけってなりますよね。ど、どうですか ?3 年も滞納していられないですよね。10年とか。無理ですよね。まあ、なんか、何年は入れられ入れ、入れられると思うんですよ。確か。なんか、その、すぐ出ていけっていうのは言えないはずなんだよね。だけど、まあ、5年も10年も滞納してたらそれ入れられないですから。<laughs> ま、とにかく、その、家賃は払ってるわけですよ。で、住むとこは必要なんですよ。で、僕がその、50代で不動産っていうのはシェアハウスね。シェアハウス。 その情報ビジネス。情報ビジネス。ビジネスに特化、特化、特化したシェ,シェアハウス。で、あとはドリームアカデミアとの、ドリームアカデミアとの、と不動産の融合ですね。融合。要は今、ドリームアカデミアの入学金っていうのがあの120万なわけですよ。で、 えと例えば、うん、家賃をね4万にするじゃないですか4万かける、えー、4万かける12か月は42848、えー、万ですよね48万で48万かける48万かける、えー、3年イコール うん48万かける3年。48万かける3年。140万か。まあまあまあいいでしょう。140万、十四万。まあこんな感じになるわけじゃないですか。まあここのその家賃の、あの、あれは、あの、まあ、決まってないですけども、何がしたいかっていうと、まあ見せ方としては家賃3年分無料にするというオファー。 ドリームアカデミーに入ると、家賃3年が無料みたいなね。だから、不動産無料みたいな。わかりますだから、3年間の家賃が無料ですと。もしくは、まあ、こういう見せ方。3年間の家賃が無料という見せ方か、もしくは、でもこっちの方がインパクトあるかなと思うんですけど、もしくは、ドリームアカデミアが、ドリームアカデミア、まあ、どあが無料で入学できると。 あこの、こ多分ね、この、まあ、シェアハウスに入ると得、得点ですね、得点わかりますこんな感じですね、イメージとしては。これは良くないですかで、シェアハウスの金額が、まあでも4万円が無料よりかは、こっちの、まあその、集客しているユーザーによりますよね、その時。僕が50歳の時に、 ドリームアカデミア入りたいっていう人が、まあ、こっちの方がいいかな。うん、家賃もね、そんな高くしないんで、家賃3万ぐらいにするんで、多分 3, 3万から4万。まあ、5万にはしないですね。うん、僕の鹿児島の事務所が4万2千円なんで、できれば4万円ぐらいにしたい。まあ、もし可能であるならば3万円台ですね。で、3万円台だったらそんな負担ないじゃないですか。うん、その代わり、縛りとしては3年縛りみたいなね。 ドリームアカデミーは無料ですけども、まあ3年間だけ家賃が無料みたいな感じですよね。ああまあまあど、どっちでもいいんですけど、見せ方としては、うん。まあこういう構想も考えております、シェアハウスね。まあ住むところ、まああとはネットビジネスをやると、本当に僕はあの鹿児島に行ってね、思ったのが、もう本当にね、鹿児島の空気うまいし、あと、なんだ、うーん。 でもこの構想行った時に結構昔に言ったんですけどあのいや入りたいですそのシェアハウスみたいなやっぱその学びの場ですよね学びの場要はみんなで学ぶだったらみんなモチベなんか一人でさやるとねなんかそのなんかモチベーション上がんないわけじゃないですかでもみんなでねその学ぶっていう場所があってしかもその家賃も安いしもしか無料なのかわかんないですけどまあそういう場所があると そのドリームドリームベアドリーム層というかねドリームシティなのか分かんないですけど夢をつかむためのそこには情報情報発信をしていくネットビジネスで稼ぐためにはどういうことをやっていかなければいけないのかっていうその情報がそのシェアハウスにはめちゃめちゃシェアされてるっていうねだからシェアハウスっていうのはもともとそのな部屋をシェアするって概念じゃないですか部屋をシェアしていくのがシェア ハウスみたいな話ですねじゃなくて情報すらシェアしていくってことですね、まあ、稼ぐ情報ですね稼ぐ情報すらシェアしていくっていうシェアハウスですねだから不動産と情報をこう絡めてあとコンテンツも絡めていくっていう、まあ、全てトータル的に絡めて、まあ、絶対人間があの衣食住は必要なわけですからお金はそこに絶対払うわけですよねわかります お金払ってますよね。お金がなくても。家賃、いくらか。<laughs> だからここの不動、だから僕は登記簿、会社作るときに登記簿登本に不動産入れましたから、まあその、司法書士さんと相談してこういうことやりたいんですっていうのはそのとき言って、じゃあ不動産入れときましょうかっつって、一応不動産入れてあるんで、うん。まあこういうのをちょっと50代は考えてます。で、田舎、その田舎っすね。だからイメージとしては、そのなんか、ダッシュ村みたいな,な。 ダッシュ・鉄腕種・手、え、のー、ダッシュ村ってあったじゃないですかとかダッシュ島とまあ企画コンセプトのイメージの構想としてはまあこういうイメージですよねでここでそのなんだまあその鉄腕・ダッシュもこの企画っていうのはずっとやってるわけなんだけどもそのそこで行われる農家の,その野菜の作り方っていうそのそれを 絵にしてね、えー、テレビ番組の企画としてその野菜こんなんできた米作ったよみたいなので視聴率上げてるわけですよだからここも、うん、そのドリームアカデミアのそのなんだ、うん、シェアハウスですねでそこで繰り広げられてる物語をねまたそのコンテンツとして発信していくっていう感じですかね まあ、あとね、女性の方が入るかわかんないですけど、その、ドリーム層でね、ドリーム層で行われた恋愛物語とかね、ドリームー、なんだ、ラブストーリーみたいな、ドリームラブストーリーとかね、<laughs> 東京ラブストーリーじゃなくて、ドリームラブストーリーみたいな、まあそういうのも絵的に作れるかなっていう。<laughs> だからもうやりたい放題ですよね。だからそういう企画だったりとか情報とかそういうのを全部本当にトータル的に全部組み合わせていく。で、そうすると今までとは違った不動産の価値っていうのは僕は提供できるんじゃないかなと思ってますね。うん。要はもう不動産の、うーん、不動産でお金は入ってくるんだけども、そこがメインのマネタイズではないって感じですね。 うん、あくまでもそれは番組作りのネタであり、なんだ、それで儲けるとかじゃないですよ。うん。イメージとしては。まあ多くの人はね、その不動産で儲けるっていう話じゃないですか。不動産はネタ、儲けるネタで、ここはもうトントン。赤が出ないようにトントンで、まあ家賃もトントンにしていくっていう。もう本当利益出なくていいと。ただ、維持していくためのコストだけは回収していく。ぐらいの家賃。うーん。そう。 で、他の情報、コンテンツビジネス、コンテンツでこう収益を上げていくって感じですかね。はい。まあ、ちょっといろいろちょっとね、すげえ構想をね、あの、お前の構想興味ねえよって話かもしれないですけども、まあその、僕がなん、先ほど言った通り、なんでこの話をしたかっていうと、その、可能性はいくらでも広げられるよって話なんですよ。 ね、このブックメーカーでただ勝つ、負けあのなんだ稼ぐっていうところにとどまらずこれをどう生かすかどう料理していくかによっていろんなその展開の方法があるよねっていうことでお話しさせていただきました、はいでまあ、今回、ね、ご案内している価格に関しては、まあ、正直ねあの普通じゃないですよ一般的な相場より安いですからねはっきり言ってそも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 一般的な相場より安いので。 うんで、その一般的な相場より安くて、コミュニティ入れて、なおかつ、その、まあ、もうずっと4年間負けてない手法も学べるし、そのサポートもついてるし、あ、そう、あと、黒子の予言ですよね、黒子の予言みたいな、あの、サービスもついてるし、まあは、配信サービスですね、今日はここ、なんか、おいしいですよとかね。う この試合熱いですよみたいな配信サービスも無料でついてるし、うーん、これはね、めちゃくちゃいいと思いますけどね。<laughs> まあとにかく、まあ僕は情報を発信してほしいんだけども、あのなかなかできないっていう方は、あの01、もう絶対入っていた方がいいと思います。で えーまあ、情報発信にも興味あるよっていう場合は、もっとちょっと今後の未来をね、どう構想して、自分の都市構想じゃないですけども、あのー、決め膨らまして、それを実現できるためにどうしていけばいいのかっていうのを考えて、この、なんだ、練っていくっていうことをするといいんじゃないかなと思います。僕は常に考えてるので、うん、だってもう時間ないですからね、どうすか、時間ないですよ。だって2022年も、2021年ももう終わるでしょ、あっという間に。 あっちゅう間に終わりますよ。うん。な人生だから、あと、やれるの、あと何年なんだみたいな話で、僕も40歳来年になりますし、あと10年経ったら50じゃないですか。で、50から10年経ったら60でしょ早いな、みたいな。<laughs> なんかテーマ決めてやんないと、一瞬で終わっちゃうんじゃないですか。本当に。なんかその、本当に1年のテー,テーマぐらい決め、うん、1年のテーマぐらい決めてもいいんじゃないかなと思いますけどね。どうですか。1年ぐらいのテーマ決めてこうよと。 ブックメーカーでやるんだったら1年間がっちり、よし、今年と来年、あの、ブックメーカー一択だみたいな感じでテーマ決めて絶対稼ぐんだっていうのを決めて、やりましょうよ。うん。はい。ということで、えー、未来構想というかね、僕の、えー、お話をさせていただきました、まあ。参考になる方は参考にしていただければなと思います。では、終わります。ありがとうございました。